どうも、世界100億人の数少ないからファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。11月4日の朝です。はい、はい、今日で福島編が、まあ、終わりです。次の場所言葉と体が全然噛み合ってないそうだと思う、はい、次の場所は、栃木県、まずは宇都宮に向かいたいと思います。はいはい、理由は餃子が美味しいから。そんな理由、それ以外ないでしょ。動物園でしょ。動物園って宇都宮にあるんですか。宇都宮ないのか。那須高原って宇都宮に近くないの。全然わからないですけど。あはい、忘れてください。はい、で僕は、まあ、バイクで行くんですけど、うん、西郎さんはカバンをね背負って、うんうん、僕の分も背負って、新幹線でパッと行っていただきたいと思います。はいはい、今の僕たちには時間が何よりも大事なんでね。うん、はい、ね、編集も今日明日明後日ぐらいもしかしたら引きこもって西野さんはやることになると思いますので。うん、ほんとそうね。どう作る動画予定のものが10本ぐらいありますから、はいはい、ちょっと、ね、はい、引きこもってやろうと思います。うん、僕はまあね、まあ、ホールチェック して、うん、はい、でもう最悪難しかったらもう次の神奈川に観光だけしていきたいなと思ってますので、はい、結構言ったような話で大丈夫かな。はい、もう少し、はい、はいはいはい、うん、そんな感じで考えてます。はい、わかりました。天気が良くてよかったですね。そうね、マイクビビだ、うん、今度からね、最初にもうホテル取っちゃった方がいいかもしれないですね。うん、かもしれないね。うん、はい、よかったです。じゃあ行ってきます。はい、行ってきます。はい、はい、参りました。はい、どうもハロー、ネッシーです。はい、11月4日の8日8日、うん、結果報告というか、うん、今日は稼働してません。はい、してません。今日は移動日で、うん、上分かりますかね、これね。はい、宇都宮、宇都宮に到着しました。はい、押せばこれすごいですね。そこにポイントが合うですね。あ、知らなかった。知らなかった便利だ、そんなのあったんですね。あるんですよ、はい、ね、覚えておいてください。はい、はい、西村さんはね、今日、うん、新幹線でパーッと来て、さあさあさあ、僕はバイクで来たんですけど、うん、いや寒いな、ほんと寒い寒いよ、そりゃ寒いよ。バイク乗る人はきついわ、もうこの時期。うん、しかなり薄着だったし、しかもそうですね、うん、うん、そりゃきついよ。次神奈川行ったら実家にね、まあいろいろ防寒着があるんですけど、ちょっともう我慢できなくて途中ユニクロ寄っていろいろ買いました。まあそんなした方が良かったよ、正解ですよ、本当に。それあれか、中に着てるやつ、それ。あ、これユニクロ今日買いましたね。あ、それがそうか、はい、かわいらしい、はい、うん、宇都宮はやっぱりね、まあ噂には聞きましたけど、うん、餃子だらけですね。餃子だらけですね、本当に。マジでこっからカメラ回して分かるかな、うん、本当に餃子だらけですよ、うん、見えないか、ちょっと見えないか、見えないけど、もうどこもかしこもね、餃子だらけだね、うんうん、で今はもう餃子食べてきたんですけど、うん、なんか食べログで1位だった餃子、うん、なんて店でしたっけ、もう忘れた。行天、行天堂、行天堂、餃子の行に天堂の天に、そうそう、はい、うん、僕的餃子ランキング正直1位です、今まで人生で。 あ、そう、そんなに、うん、今までホワイト餃子っていうところが1位だったんですけど。はいはいはい、はい、知ってますか、はいはいって。知らない。あ、知らないかい、うん、はい、あいづち、あいづち、うん、なんかすごい甘くて、うん、不思議な感じですね。ほんとすごいシンプルな、ただの餃子なんですけど、うん、なんか甘くて美味しかったです。うん、どうでした、そこまでではない。いや、うまかったよ。俺的には、うん、焼き餃子あるじゃない、普通の焼き餃子、うん、あったね、うん、あの焼き餃子にマヨネーズつけて食うんですよ、うん、俺はもうその文化にびっくりだった、うん、あとまあ皮は甘、すごく甘く、甘いっていうのがあるんですよ、まあ、もちもちしててさ、うん、後味がなんかいつまでも残るような感じなんですよね、うん、うん、なんか後から旨味が来るみたいなですね、うん、なんか新しい感じだったね。その写真ここら辺に載っけといてくださいね。あ、その辺にな、オッケー載せときましょう、はい、と、はい、いうことで、まあ明日はね、まだどこも入ってないんで、僕がちゃんとホールチェックしていって、うん、はい、夜は映画見に行ってきます、僕はそうしてください、はいはい、僕はちゃんと真面目に動画編集するんで、うん、分かりました、じゃあ僕は真面目に映画見ますそこで張り合わなくていいんだよ、はい、そんな感じですか。そんな感じです、はい、じゃあバイバイ、はい、バイバイ
ャンネル登録してね。